東京スカイツリータウン空町にあるすみだ水族館は、夏の風物詩の金魚約20種類を鑑賞できる夏限定企画、東京金魚ワンダーランドを7月10日からスタートしました。オープニングには東京海洋大名誉博士のさかなクンとタレントの井上咲楽さんが登場。トークショーのほか、お魚博士としてさかなクンとも親交のあるオリックス水族館下村実執行役員も加わって金魚教室も開かれました。東京金魚ワンダーランド一番の目玉は、日本最大級、全長100メートルにも及ぶ金魚展示エリア、エドリウム。和金、琉金、乱中、江戸錦など個性豊かな約1000匹を鑑賞できるほか、山口県柳井市の職人による150個の金魚提灯、浅草アメ細工、アメシンによる金魚のアメ細工も飾られており、縁日を思わせる風情たっぷりの空間となっています。イベントでは浅草アメ細工アメシン代表の手塚真理さんが実演を行い、目の前で実演を見たさかなクンは、すぎょーい、クラゲみたいだったアメが本物の金魚みたいになったと大興奮。サプライズで飼い猫そっくりのアメ細工をプレゼントされた井上さんも、部屋にずっと飾りますと大喜びでした。金魚は私たちに愛されるために生まれてきたあのお魚だと思うんですね。金魚すくいとかあの金魚ですね、お家で育ててみるっていうのも、お魚と私たちのなんていうか距離が近づくっていうんですか、お魚をですねもっと好きになりたい、もっといろんなことを知りたいっていうのには、やっぱ金魚さんは一番手近だと思いますので。1000匹の金魚が涼しげに舞うイベント、東京金魚ワンダーランドは8月30日まで墨田水族館で開催されています。